はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。プロジェクトクロスゾーン2、前回の続きからやっていきたいと思います。まあ特に特筆すべきことはなかったかな。このまま先へ進んでいきましょう。すごい、本当に海底を走っています。龍騎1号、潜水艦というより海底車という感じだな。もともとこんな長旅になると思っていなかったから。持ってきてないのね、水中用装備は。潜水艦としての運用は今は難しいのよ。たどり着ければそれでいいけど、水漏れとか大丈夫？攻撃も受けたし、墜落もした。機体にガタが来てない？水漏れは人海戦術で対応中よ。ああ、なんか人数が少ないと思ったらみんな点検に行ってんのか。龍騎1号は大丈夫でも、金の鎖が消えて目標になるものがなくなったね。エネルギー反応は動いていないから大丈夫。直進でいいはずよ、そのまま。あれ？何か見えてきた。あれは看板？え？竜宮。え、ここなの？そうらしいな。竜宮と書いてあるのは確かだ。いやー、そのまますぎて逆に怪しいよ。どうなの、レイジさん。間違いない。ここが竜宮城だ。以前の事件で来た時と変わっていない。ここから先は泳いで行かなければならないのかしら。大丈夫です。この門の先には空気があります。博士に行って空気のあるところまで龍騎1号を乗り入れてもらいましょう。その後は降りて竜宮城の訪問だ。瀬形三四郎、探検隊出動。探検の末、どんなおもてなしがあるかやの。あまり期待しない方がいいな、真島の兄さん。ここに絡んでいる敵のことを考えればな。怪しい音楽になってるし。さっきから言ってるだろ、乙姫様を待てっての。これあれじゃん、妖怪道中記の。名前は分からんけど。ガキ、てめえから血祭りにあげてもいいんだぞ。おいらはタロスケだ。あ、タロスケ、そうそう。それにおいらは覚えてるぞ。お前、前の事件の時も黄金の種を狙ってただろう。へへ、知ってるんだぜ。その時もその前も全部失敗したくせに。言わせておけばいい気になりやがって。本当に締め殺すぞ、ガキ。やれるまんならやってみな。乙姫様が怒って絶対にお前らをここから出さないぜ。なかなか肝の据わったガキだな。あのガキ。大人げない男だ。だがあの小僧もなかなかやるものよの。手が出せないのは事実だ。まさか空間を封鎖されるとは予想外だった。入り込むのは簡単だったが、出るのがここまで困難とはな。ふん、相手を褒めてどうする。例のもの確保はできているのだろうな。スペース転送機で叱るべき場所へ送った。信用のおける人物だ。なるほどな。ならばあとはこっから抜け出すだけか。さて、あと5秒だけ待ってやる。乙姫を連れてこい、小僧。5秒？扉を開けるだけで5秒かかるっつうの。じっとは考えて言えば。舐め上がってガキが。うん、これではな。やれやれ、美しくないな。ん？ああ、入ってきちゃった。出るのは難しいみたいなのに。わあ、ここが竜宮城の内部なんですね。劇場みたいな広さです。昔話の竜宮城、イメージ通りだ。ぬ、あれを見よ。チャンネル5か。こんなところまで来るとはな。あ、踊り団です。竜宮城には踊り団が入り込んでいます。予想外の奴らがいたな。その向こうにいる、でかい奴は。イレギュラーハンターどもか。しぶとい奴らよ。いたな、シグマ。ザギが飛び出していったのは、上に貴様らがいたためか。シグマ、こんなところで何をしている。お前も黄金の種が目的か。黄金の種、そうだな。興味がないわけではない。しかし私以上に求めているのはこやつよ。もうここまで来やがったか。手間取りすぎだぜ。魔人カムーズ、やはりここにいたのですね。スペースシンフォニー号では無法働いたな。もう思い通りにはさせない。しぶてえやつらだ。
やっぱりあの時船ごと沈めとくべきだったぜ。ハイジャック事件の時一緒にいたのは踊り団、今シャドウたちといるのは不思議ではないですね。ですがまだこの場に留まっているということは、黄金の種は無事なのでしょうか。手に入れておったらとっくにとんずらしとるじゃろうしな。待って、その向こうにいるのは子供、まさか逃げ遅れたんじゃ。ちょっと待って、あの子って、あれ、どっかで見たような。タロスケ、お前タロスケか。あ、シンナの兄ちゃんじゃん。またたくさん人連れてどうしたの。前後の流れから遊びに来たわけちゃうのはわかるじゃろ。照明ばあちゃんさ、顔とか変わった？なんか持ってない？いろいろとあるんじゃ、ほっとかんかい。誰だあの小僧は。あの子はタロスケ、以前の事件で一緒に戦った仲間だ。ただの子供じゃないの。ああ見えて陸道輪廻、あらゆる世界を歩き通したという小僧よ。念力や先祖の霊を呼び出して戦ったりできる、かなり多彩な坊主さ。ご先祖様の霊を呼び出す？すごい霊能力者なんだあの子。妖怪の道中を知る少年なのか。そういった実績のせいか、意外と顔が広いのよね。でしょ、タロスケ。そりゃまあね。モリガンの姉ちゃんに言われると照れちゃうな。うへへへへ。あ、久々に触っていい？こいつガキのくせに、なんて貫禄のあるにやけ面しやがる。何が貫禄だっつうの。ただのスケベな子供じゃん。どっかで見たことあるような姉ちゃんさ、もっと出るとこ出てから行った方がいいよ。ムカつく。私だってそのうち先生みたいになるんだから。先生って女なんだ。ずっとなんかじいさんの師匠を予想してたんだけど。いつまでうだうだやってやがる。邪魔者には死んでもらうぜ。来るのか。ならばこちらも容赦はしない。待ってくださいフレン、その前に確認すべきことがあります。何か感知したかコスモス。正確には感知できていません。黄金の種のエネルギー反応がありません。なんだと。それと関係あるのかはわからないが、この城、空気が引きつるような妙な感覚がある。これは指向性歪曲か。指向性歪曲って何。ある方向性を持たせた空間の歪みのことだね。決まったルートからしか入る、もしくは出ることができなくなる空間技術じゃん。え、何、もしかして今外に出れない状態になってるってこと。ふんふんふん、勘のいい連中だ。喋る手間が省ける。こちらが逃げもせずここでたむろしていたのはそのせいか。でも外に出ていないのに、どうして黄金の種の反応がないのかな。小僧、何かわかるか。出られないようにしたのは乙姫様だよ。乙姫様、やっぱり本当にいるんだな。竜宮城だからな。だがどういうことだトロスケ。こいつらが突然入ってきて、そしたら黄金の種がなくなっちゃったんだよ。ダッシュされたのか。でも誰も持ってないんだ。だから乙姫様は竜宮城の封印を使ったのさ。真実がわかるまで誰も出すなって。それがこの指向性歪曲の正体なのね。その乙姫はどこにいる。今宝物庫を確かめに行ってるよ。どうなのですカムーズ、黄金の種をどこに隠したのですか。知らねえな。知ってても教えるか、マヌケが。とぼけているんでしょうか、それとも本当に知らない。ふん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 。こいつらは怪しい。どうせ出られないんだろ。ならこいつらを締め上げて聞き出すまでだ。俺も同じ意見よ。めんどくせえことはごめんだ。力ずくで。ん？この力、奥から誰か来るぞ。お、開いた。なんでステージショーみたいになってんだ。ようこそおいでくださいました。私は乙姫、この竜宮城の主でございます。あ、乙姫様が戻ってきた。タロスケさん、ご面倒をかけてごめんなさい。お待たせしました。あら？また新しいお客様が。ご新規様ですか。竜宮城の乙姫様か。これは神羅に欲しい逸材ね、まさしく。でもお姫様がご新規様って言い方はどうなの。王城なる大地とはまさにこのこと。この人がお姫様なんですって。はあ、タロスケさんのお友達ですか。
私は乙姫と申します。どうされました？ユーリ、姫は、姫とは。なるようにしかならねえんだ、焦んなって。それ、慰めになってるかな。この姉さんが乙姫か、その名に恥じぬいい女だな。はあ、こりゃ相当なもんや。カムロ町に店出したらてっぺん取れるで。感心している場合じゃないと思いますけど。ああ、今の混乱の中心にいる人物だからな。カムズ、踊り団にシグマ、そして俺たち、彼女の動向次第で一気に状況が動くぞ。お客様たちの中には見知ったお顔もありますね。乙姫様、ワルキューレです。竜宮城が移動したと聞き駆けつけたのですが、見ての通りです。乙女の騎士ワルキューレさん、竜宮は異世界に移動し新しい訪問者を迎え入れている状態です。望まれぬ客も多いようだかな。けっ、ふんふんふん、なんだこいつらの笑いは。店からチンピラを叩き出すのは簡単だが、問題はそれだけじゃねえんだろ乙姫さんよ。はい、もうご存知だと思いますが、黄金の種がなくなったのです。なくなったタイミングは、心当たりはあるか。その時あんたのアリバイは。なくなったのはそこのお三方がいらしてからです。その時私は奥で太郎介さんにお酌をしていました。太郎介、お前子供だろ。ジュースだよジュース。乙姫たちが種をどうこうするわけないし、カムーズたちのうち誰かが犯人かが問題ね。それはどうかな。私はお前たちも怪しいと思っているのだがな。私たちは今到着したばかりです。それに存在しないものに関わることはできません。関わることができない。ザギという男のこと覚えているかね。ザギなら先ほど戦った、逃げられてしまったが。あ、ふんふんふん、そこの男は気づいたようだな。それがどういうことか。なるほど、の先生、どういうことなんだよ。ザギなんてあんな野郎関係ねえだろ。彼がどこから来たかが問題なんだよ。ザギはシグマと一緒に来てたんでしょ。だったらこの竜宮城から。く、そうか、奴が種を持って上がった可能性があるということか。そしてそのザギから君たちが種を奪ったという可能性もまた生じるのだよ。ふざけないで、私たちがそんなことをするわけないでしょう。ならば証明してみたまえ、君たちがやっていないという証明を。こいつらへりくつを並べやがって。なんだかわからねえが面白いことになってきやがったな。乙姫よ、ワルキューレたちだって信用できたもんじゃねえぜ。でもお前も信用はできねえだろ。残念でした、こっちには専門家がいるから大丈夫。う、なんか嫌な予感が。そういうことだ、ここはなるほど法律事務所のなるほど龍一先生に任せるぜ。いやいやいや、法廷じゃないんだし予想くらいしかできませんよ。なるほどさんとおっしゃいましたね。法廷であればあなたは力を発揮できるのですか。いや、まあ普通の事件であれば。法廷のなるほど君なら割と頼りになるんだけどね。わかりました、竜宮裁判の準備をしましょう。竜宮裁判、妙なことを言い出しおったな。ここで裁判ごっこでも始めるつもりか。はあ、はん、なんか出てきた。いい、なんだ。アンビリーバボー、これって法廷、しかも結構本格的だよ。僕の知っている竜宮城と違う。なんだこれ、こんな。ほうほう、ここで誰が嘘をついているのか暴き出そうというわけか。面白え、ワルキューレのやつに罪をかぶせることもできるわけだ。そんなことは許しません。ここは真実を導き出す場です。なるほどさんが。やっぱり僕なのか。ふう、これで準備は整いました。皆さん、それぞれの場所についてください。一体何が始まるんでしょうか。証言台にワルキューレがいる。うう、流されてこんなところに立っちゃってるけど、これからどうなるんだろう。私もいつもの位置にいるけど。なるほどさん、迷いさん、あなたたちなら大丈夫です。そういうワルキューレンさんはどうして証言台に立っているんですか。
さあ始めようじゃねえか、裁判ってやつをよ。乙姫に空間封鎖を解かせるためだ。せいぜいしっかりやることだな。すでに我々の目的、黄金の種ダッシュが果たされているとも知らず、ご苦労なことだ。頑張るのだ。なるほど、おくん。なんだかよくわからないけど、ファイト。無責任な話だな。検事もいないのに裁判なんてできないよ。そんなもの俺様がやってやるよ。ワルキューレが種を盗んだことにすりゃいいんだろうが。裁判を理解してないのによくやろうと思うわね。静粛に、もう少しで準備が整います。準備とは何でしょう。あれ、タロスケ君がいないけど、あの子が何かを。待った。なんでこいつらが出てくるんだ。何やってやがんだ。こっちとら早く地上に戻りてえってのによ。強い力を感じる。さや、ここは何なの。ああ、やっぱりここは竜宮城だったのね。前の事件の時にちょっとね。さやにシャドル、それにコーマか。こいつらのことを忘れていたな。だが、竜宮城らしくなってきたじゃねえか。らしくなってきたってどういうことだよ。いや、とんでもない女ばかりだ。これは泣けるぜ。あ、なるほど、女が揃ってきたってことね。どうしていないのかと思っていましたが、こんなややこしい時に。分かってるんじゃなくて、金の鎖を回収した帰りよ。なるほど、外にいたってことね。ウェットスーツも着ずによくやるわね。まあね。それでそうそうたるメンバーが集まって何をやっているのかしら。次元封鎖がかかってるみたいだけど。次元封鎖なんだよそりゃ。入ることはできても出ることはできない。空間の一方通行よ。は？おい、じゃあどうやって出るんだよ。さや、お前分かっていて入ったな。まあ面白そうだし、神羅の状況も知っておきたかったのよね。こっちの作業はいよいよ終わりなわけだし。なんだと、どういうことだ。こちらのことなど気にしている場合か。ふんふんふん。あやめ、いや、あやめさんの目的は金の鎖によって増幅されたコーマの呪いを解くこと。つまりコーマ、オーマによる金の回収はもう終わろうとしている。なんちゅうこっちゃ。こんなところで逆転栽培やっちょる場合とちゃうぞ。静かになさい。これから裁判が始まるのですよ。あくまでやる気なのね、このお姫様。それでは竜宮裁判を始めます。本当に始まっちゃったよ。弁護側準備完了しています。誰を弁護すんの。よろしいでしょう。では検察側は。誰が検事なんてできるんだろう。間に合った。お待たせ。ああ、あれはタロスケ。お久しぶりね。お姉さんたちと遊ばない。かわいい子ね。わあ、なんか人が増えてる。いいじゃんいいじゃん、やっと竜宮城らしくなったじゃん。タロスケさん、おっと忘れてた。守護霊のマモ太郎の力でちゃんと連れてきたって。入ってきて。お、ケンジが来た。なるほどくん、あれ、ミツルギ。検察側、準備完了している。なんで三つ剣検事がこんなところに。聞きたいのはこちらの方だ。突然検事局に変わった格好をした子供の幽霊が現れたのだ。変わった格好だけで済ますなよ。大まかな事情は聞いている。始めよう。始めようって、本当にここで。本当にここでだ。ここが法廷である限りは。三つ剣検事さん、何だろうか。この裁判は非常に重要な意味を持ちます。急にここに呼ばれたあなたには。そういうことであれば話は結構。三つ剣、私がここに立つ以上、事件の重要性など問題ではない。そうだ、なるほど。その通りだ。
水着。ただ真実が現れる、それだけだよ。分かっているならいい。行くよ迷いちゃん。場所が違ってもここは法廷なんだ。うん、大丈夫、最後まで一緒に戦うから。ではこれより開廷します。踊る逆転。てか話が長えな。いよいよ始まるんだな、こんな形で裁判が。そのようだ。空間転移反応を確認。その影響で指向性歪曲が解除されます。え、空間転移歪曲解除。おうおうおう。あれはシルフィーさんのお店な、何？あらまあ、転移地点がずれてしまいました。真ん中に出るつもりだったのですが。シルフィーの姉ちゃん。これはこれはタロスケ様、ご無沙汰しております。ちょっとシルフィーさん、これから裁判なんだよ。あ、申し訳ございません、すぐに済みますので。シャドウ様、踊り団の行動隊長シャドウ様はいらっしゃいますでしょうか。わ、私だが何かな。ああ、申し訳ございません。先ほどスペーステンソークでお送りいただいたこの黄金の種なんですが。え？ん？あ、まあな、うん、くああ、ほう、おい、私ら関係ねえだろ。シルフィー、なんでございましょう。その種どうしたんですか。シャドウ様から鑑定してほしいとスペース転送機で送られてきたのです。ですがこちらは以前見たことがございまして、ひょっとして盗品ではないかと確認に参ったのです。すっごいファインプレーだよシルフィーさん。ああ、やってくれたな。今までのあんたの悪事帳消しにしていいぜ。悪さなどした覚えもございませんが、喜んでいただけたようなら何よりです。なるほど、たどり着いたようだな。なるほどくん、今だよ今。いいのかな。まさかシルフィーが種を見たことがあったとは。黄金の種は事件が起きた直後にすでに外部へ持ち出されていたのです。竜宮城から外に出ることができない以上、それができたのはスペース転送機を持つ踊り団行動隊長シャドウのみ。これがこの事件の真相なのです。ぬーぬー、信用のおける人物か。それがあだとなったようだな。け、他人なんぞ当てにするからこんなことになるんだよ。しかも俺様を出し抜きやがって。だがおかげでチャンスが来たぜ。今だてめえら。あ、何よ。あちちちち、ホノリアン、カムズが。おお、燃えるぞ。あ、黄金の種が。シルフィー、まさか盗まれたんじゃねえだろうな。申し訳ございません、隙を突かれてしまいまして。おい、どうして今のモンスターは竜宮城から出てきたんだよ。じゃなくて脱出できたんだよ。コスモスが言ってたわね、空間歪曲が今は働いてないんじゃないかしら。はい、シルフィーの店の転移エネルギーと干渉し指向性歪曲が解除されています。シルフィー、そう申されましても。はっはっは、これでここから出られるというわけか。茶番はそれなりに楽しめたぞ。では本番と行こうではないか。シグマ、空間が元に戻ってもお前はここから逃がさない。ああ、勝負だ。俺の用は済んだが後片付けをしていくぜ。これ以上ちょろちょろされてもかなわねえ。望むところです。この場であなたを切り、黄金の種は必ず取り戻します。思わぬ失敗をしたが仕方あるまい。竜宮城での踊り団見せてやろう。もう観念なさいシャドウ、あなたたちの野望もここまでよ。竜宮城にロボットの踊りは似合わなくてよ。ようやく始まるようね、最初からそうしておけばいいものを。黄金の種は失ったが、お前たちからも聞くことがある。黄金の鎖のことをな。ああ、別に教えることなんてなくてよ、坊や。例のサルベージ作業、もう終わりそうだと言っていたな。みんな飛び回って頑張っているのよ。あなたたちみたいに寄り道はせずにね。好きでうろうろしてるわけじゃねえよ。
私もさ、とっとと片付けて帰らねえとな。戦いは避けられないようですね。よーし、おいらも。タロスケさん、あなたは三剣賢治さんをお守りしてください。助かる。私はただの賢治だ。暴力沙汰は避けたい。僕もただの弁護士でいさせてくれよ。では、三剣賢治さんを城の奥へ送ります。えい、やあ。こいつ何しに出てきたんだ。よし、三剣の兄ちゃんはおいらが責任を持って守るよ。では皆さん、申し訳ありませんが、後ほど。ああ、後で話を聞かせてくれ、乙姫さん。おもてなしの用意も忘れんといてや。ふふ、わかりました。それではお後がよろしいようで、私も失礼させていただきます。待ってよ、事件解決と事件発生の両方を起こしておいて、しれっと帰らないでってば。総裁してプラスマイナスゼロかと思われますが。とはいえ、お得意様のためですので、こちらで待機させていただきます。では、生き残った方々と商談を進めさせていただければ。責任を感じてるなら、一緒に戦ってくれてもいいのにね。プロディアパンチとかできるじゃろうが。まあいいさ、裁判は終わったんだ。あとはいつも通りだ。始まるまでがだいぶ長かったな。こいつはとりあえずいい。ストライダーは出すだろう。これはいらない。ロッカー X をどうするかだな。バシオンは入れる。入れるだろう。そうすると、あれ、また銃に戻ってる。ここはそんな大規模な戦闘は起こらないってことか。ロックマン、まあシグマがいるし出しとくか。じゃあこれでいいや。 OK。 あとは宝箱がどこにあるか。宝箱、あー、これか。宝箱はね、回収がちょっとめんどくさいんだよね。こっちの方には1個あるな。ここに隠れてる。さすがにこんな遠くにはないから、ここにも1個か。絶対これ隠してあるっしょ、最初の配置から。ミッション開始。ただもう開けちゃえばなんてことはないからな。右と左でちょっと分かれるか。そうするとゴッドイーターチームであの宝箱を取りつつ、こいつで護衛をつけよう。分かったわ。行くよ。ちょっと近いな、敵との位置が。次のターンで攻撃力アップをかけるか。構わない。まずはゲージためだな。5000のペカ全然楽だな。大丈夫か。おっと、115% 完全防御だ。いきなりゲージを使うことになろうとは。おら、もう少し敵の動きがな、早ければだいぶ時間が短縮できるんで。ここ穴開いてんじゃん。全員動いてくんな。55% か。攻撃できるときに攻撃をしておこう。カウンターも発動したし。ほい。ほい。1万ちょい渡るっけ。シグマもこっちにいるのか。結局
宝箱を取りに行かないといけないからあんまりもたもたもしてられないんだよな。プラズマフィールド展開。了解よ。あと倒せるやつを倒しとこう。こいつはちょっと全然戦闘してないからな。ロック1ありか。ちょっとどいてもらえる。シャンプー、シャンプー、インドリーム、これが私の大サービス。ハッハッキュー。爆発します。ガブリエル、狙いが出ますよ。ガブリエル、エリカ、クレープとプリンが、レベルは上がらんか。ロックマンもな、ちょっとレベルは低そうだ。22か、やっぱりね。ハイパーダッシュ、正義を見せよう。攻撃ができない。これもまずこれで外そう。今が正義を貫く時だ。ジンリーさん、無茶しないでさ。このキャプテンコマンドが裁く。任務完了。また君の助けを頼ってしまったね。ゼロ。一回倒せば1レベル上がりそうだな。レベル25くらいまでだったら。さて150になったし、まずはカムズを倒すか。ブロック会議長の気絶した。後ろだ。私のイケてる大技。さよなら。地獄へ落ちろ。雑魚が30レベル早い。非常の掟、これはスキルか。ははは、やったぜ、やってやったぜ。カムズ、黄金の種をどこへ。どこへだと、わからねえのか。わからねえか、ワルキューレ。マーベルランド、北の泉、願いを叶える黄金の種。今度こそ、今度こそ俺は。まあ確かに黄金の種を奪ったんだったらもう用なしだよな。カムズ、マーベルランドへ行かなければ。とこっちはおぼり団のシャドウを排除するか。そのために準備完了しています。うう、攻撃できるやつがいない。移動アップってあったっけ。ないな。誰か持ってなかったかな。これはセルフだろう。だってない。自分で頑張るか。よし、行こう。行くか。呼ばれて飛び出て。それわしのこれは半端ないぞ。ダンデルだ、いただき。うまいこと言う。邪魔ね。こいつは結構ブロック力があるな。任務了解している。逃がさない。削り取るわ。手裏剣終わりよ。分身よ、敵を撃て。相手追いかけろ。くらえ。加減は逃がさないぜ。うっさまの最後。腹が減ったな。ほう、よし、これでシャドウを攻撃しようと。攻撃力高い。こいつだっけ。しかも後ろからいけんな。5万はいけんな。ほい、帰り。もうダメだ。みんな見てて、行きます。ここここ。ダメじゃないわよ。ゴーダン、これが私の最終兵器。狙い撃ち。オーケー、決まった。今回は無様なところを見せた。だが、うっ、シャドウ、ぐ、無様な私の姿。うっ、シャドウ、どうしたの、シャドウ。ま、また会うぞ、うらら。踊り団のシャドウ、今、私の名前を。謎は深まるばかりです。全然わからん。何が起こった、あいつに。この相手、
ジェネシス。俺は仕事中なんだよ。これも護衛の仕事だな。バシロ、死ねえ。打ちだ。バシロ、死ねえ。燃えろ。とどめだ。この距離なら外しようがないぜ。行け。決まったように見えたな。さてシグマ、横から攻撃をしておくか。まずブロックを外して、見えた。攻めるなら今です。守るべきものがあるから戦える。インパルス撃ち。そんなに減らない。シグマ硬そうだな。やっちゃった。敵も強いな。これは、おお、届かん。開始。やばい、 XP を貯めとかないと完全ガードが発動できないな。私がついてるから平気。どこまで溜まる。うおー、ダメか。敵が弱すぎた。皆さんご一緒に。3回攻撃が入れば確実に溜まってるんだが、もう一人ちょっかい出してこないかな。こいつら飛べんのか。完全防御ができるか。あぶねー。宝箱取りに行かないといけないからな。まずこいつでこれは取るだろう。見つけた。鬼神兵の外郭、なんでこんなとこに怒ってんだ。後ろからつっついとこうか、それとも先に進もうか。ここはこいつらに任せるか。100溜まったら46000。どうだろうな。宝箱あとどこなんだ。こいつなんだ。なんでこんなわけのわかんねえとこにいんだ。神羅剣山。横からこいつ結構パワーあるからこいつにしよう。おい、私がついてるから。とりあえず100は溜まった。うん、決めようよ。で、最後できればカイト・ハセオで倒したい気もするけど、横が取れ、いや取れねえな。どうする。援護を入れてブロックがな。どうしても厄介だな。ソロ攻撃大成功です。鳴らします。レーションレンジ。コランシュ。いっそ安くて。いや4万は無理だな。シグマ勝ってーわ。反撃不能になったけど倒しきれなかったか。あれ、なんか XP 反撃とか持ってんのかなあいつ。これの弾なんだろう、気になる。やばくない。お待たせ。ちょっともう一旦回復に走るか。やりましょう。まだまだ攻撃ができん。了解した。どうする、こっから普通に行くか。ジェネシス、まさに俺様の。ジェネシスの突破力は半端ねえな。解除。あとは当てるだけだ。いけ。逃がさない。これで決めるぞ。フィンデセントへ。フィニッシュだ。しくじったか。次が。うわ、なるほど、これで XP がめっちゃ減らされるのか。結局は仕留めるか。燃えちまえ。逃がさねえ。ワンダーバトル作戦、一生懸命やるからね。いつでも。振りかぶって狙い撃ち。
気絶しねえか。気絶しないな。やばい、シグマちょっと苦戦すんなこれ。何よりも鬱陶しいこれが。うおうお、カウンターが発動した。これでもう 55% だろう。こいつらが行動し終わる頃には100溜まってシグマがまた攻撃を仕掛けてくる。死者が出るなこれは。プラズマパワー全開、幸せ暗黒球、捕まえた。ちょっと痛い、おしまい。この斧なら創作よし、26。ちょっと大神も遅れてるかな。お仕事、お仕事。ん？こいつが下座使うか。サービス。私です。さあ、ためろ、XP を。待ちに待ったチャンス。皆さんご一緒に。人気あり、お色の下さん。レーダー撃ち、バカじゃ。やっぱりちょっと鍛えてない技だと弱いな。私です。うわ、パクられた。 XP が回復した。ゲーゲー、反撃ができない。後ろか、これはまずいな。ここに来るのか。6000、結構食らうな。反撃しよう。ここは貯めるべきだろう。なるほどくん、しっかりね。消しといて。死亡への奇跡、合わせて。せーの。いきなり。スモクさん。この子の仕方が。フォローは違うか。おりゃ。次、誰かで倒そう。天地じゃん。相手に。よーし、なかなかいい状態だな。で、こいつを回復させよう、ロジスト。結構使わないとダメだな、やっぱり。10% しか回復しないかな。プラズマヒート展開。よーし。で、ちょっと XP 回復装置でデビルスターチュンリーに全体攻撃をかけさそう。わしじゃな。ここだ。1、2、3、できればサヤ入れてな。4と。まあザコは倒したな。あ、そっか、ジュリーも倒したか。ジュリー、シャドルーが今やろうとしていること聞かせてもらうわ。ベガのことなんざ知ったことか。私は私のやりたいようにやるだけだ。こりゃベガに直接問いただすしかないの。ああ、やることやって俺たちの時代に戻ろう、イングリッドさん。ふん、小僧が場数を踏んでいい顔になってきたの。ダメージは食らったか。ロックマンはちょ、ミスター AZ を倒すか。ライトニングウェブ、ホイール、強烈ゾンライジングファイヤー、ゼロブルハッシャ、ハック。また最後の技覚えてないかな。レベル25にならないとなった。ファイヤーウェーブ&スライ光線。任務開始。ストライダーちとな、あいつをぶっ倒してかんな。やっぱりこれはこいつで攻撃を仕掛けるか。思
い切っていくぞ。準備を確定しよう。私だってあんなのかかってフォローはしようかも。今その位置だ。逆転させる。こんな出来ではレイジも30レベル。こいつも強えな。スキルはね、結構癖があるスキルと使いやすいスキルだいぶ差があるからな。ムーブ1して自分を、まあいいか、後ろからじゃなくて横から行ければ。援護する、攻め続けろ。よーし、やっちゃうか。水よ水よ、とどろけ。月曜弾とーれ。最後はこれで決めるよ。ピヨってるからな、楽勝だな。うわ、楽勝じゃなかった、甘く見た。これは大神で倒すか。なんかある、まあいいや。まあピヨってるから、あんまり使わない技を使ってチャージ状態にしとこう、他の攻撃を。よし、経験値もだいぶもらえたな。グオー、なかなか面白かったんじゃない坊や。坊やと呼ぶな、さっきの話聞かせてもらおう。金の鎖残っているのはどこじゃ。言うわけないでしょ、今回は馴れ合いはなしでね。うん、今回の大間は本気と書いてマジじゃの。黄金の種は奪われ、金の鎖は最終段階、手が回りきらんな。まだ溜まってないからな。ここがちょっとまずいな。ゴッドイーターチームを派遣して、シエルさん、ナナさん、ゴッドイーターの力見せましょう。ブラッドとクレイドルの共同戦線ですね。ブースト転換、ちょっと張り切って行ってみよう。充電がなくなる DS のOK。 まずブロックか。チームワークを忘れないで。守るべきものがあるから戦える。勝利の後はよし、ここマジシグマ後ろ狙えんな。後ろ狙えればもう絶対倒せる。これ最悪技使わなくても倒せんな。緊急リポートです。お顔の涙、ファイアー、フラッシュアタック、仕上げを行きます。オーケー、ちょっとギリギリだったけど、まあいいや。うおー、 XP がババにもザギにも困ったものよ。私の言うことなど聞きません。その割には嬉しそうだなシグマ。そのくらいでなければ私の部下は務まらん。次はどこで会うかな。別に部下じゃねえだろあいつら。ずいぶん余裕があるなシグマめ。力を持て余してよりも見えるな。厄介な相手だぞ。次の手も読めん。今のシグマは流れに身を任せている気がする。どこかで何かを仕掛けてくるはずだ。あの二人がまだ残ってるから回復はしようと思えばまだ大丈夫だな。自分の仕事は果たす。ビリッツアイス、もらった、トロッキー、リンキダム、シュリケン、ハーついてなかったわね、さよ。で、ちょいと回復させるか、やっぱり。チョコレートがすっげーいっぱいあんな。この二人はもう動かさなくていいかな。あと、宝はここだけだっけ。ストライダーを派遣すればなんとかなんな。もう今度は今が正義を貫くと。忘れないことだ、この私の名をキャプテンコレド。当たってない。敵の撃破に成功。オッケー。行くわよ。あとボス級はこいつだけか。うわ
かんよ。なんだこいつは。その隙は命取り。見せられたら最後よ。行け。強そうな割には弱い。行き急ぐ。任務了解。よし、これで。使えんの？ダンバンの短パン。この裏とかないよね。さすがにないか。もうちょっとあっても取りに行く余裕はないから。マップ終わらせよう。もうこれを裏から行こう。よし、1万5000まで減らせれば誰で倒すかな。大神くんで倒すか。間違えた。まあいいや、ちょっと経験値上げしたからこいつで倒すか。ここは攻め続けるしかない。進むしかないもんね。あんまり入らないな、レベル高いから。もうじきもうじきよ、大神一郎。あやめさん、だが我らコウマの恨み、そう簡単には消えぬぞ。これはコウマとあやめさん、どちらの意思なの？その時が来たら、あやめさん、俺があなたを、お前を殺す。準備 OK。 2万、無理だな。どうせなら使うか。さすが大神さん。あと残ってるのがこっちの2人か。ダンテ、お互いついてない。もらった。逃さない。発想する。当てたない。どうにもならない。そこよ。消えろ。確かに話が長かっただけあって、戦闘パートはそうでもないな。これで援護しますね。インパルスエッジセット、エネルギーよろしく。これはトレーニングメニュー。 OK。皆さんお疲れ様でした。どうなることかと思ったが、なんとかなったな。この竜宮城にはいつもあんな物騒な連中ばっか来んのか。いつも来てくれるのはタロスクさんくらいです。今回は特別多かったですね。そりゃそうだろ、危ない女だらけで嫌になったけどな。男も相当濃い連中が来てた気もするけどね。今話すべきはそこじゃない。黄金の種が奪われてしまったことだ。はい、困りましたね。ですが簡単に大事には至らないと思います。どういうことだ、セキュリティでもかかっているのか。はい、以前もこの竜宮城から種が盗み出されたことがありまして。ほう、それで。それ以来黄金の種には封印を施してあるのです。つまり鍵がかかって使えないってことですか。はい、光の精霊、風の精霊、地の精霊、水の精霊が封印を解かない限りは。最初にカムズと戦った時手助けをしてくれた精霊たち、彼らの力なのですね。ふう、とりあえずはすぐに悪地に使えるわけではないようだな。少なくとも時間稼ぎにはなるが、次はどうする。
まずは浮上して鬼神界を脱出すべきね。フィオルン、あなたはどうするの？ここまで来て一人だけ帰れないわ。黒い顔つきも倒さなきゃならないし。この世界を出るというのなら、少しの間この竜宮に留まるのはいかがでしょう。え、どういうこと？そりゃ遊びたいけど、そんな時間は。竜宮を囲んでいた金の鎖が消えたことで誘拐に戻ることができそうなのです。誘拐か。ならばすぐに魔界に抜けられるな。魔界、いいかもしれないな。そこからなら現実の世界にも戻れる。ああ、シャドルの動きも知りたいところだな。竜騎1号のパーツを取りに戻ることも可能ね。メンテナンス用の。乙姫様、誘拐に戻るまであとどれくらい時間がかかるのですか？空間を安定させるのに数時間といったところでしょうか。ですので奥で休まれてはいかがでしょう。竜宮を救ってくれたお礼もいたしませんと。ディンディンディンディヘみたいな。師匠、それはおもてなしに期待してもよろしいのでしょうか。いつから師匠になったんや。せやけど、ヒヒヒ。無理にお呼び立てした三剣さんもご一緒にどうぞ。うん、了承した。シルフィーさんも空間が安定するまではこちらにいらしてください。なかなかのやり手でございますわね。では私も皆様をおもてなしいたしましょう。あんたは売りつけるだけだろ。しかし本当におもてなしというやつがあるとはな。デュフフ、女子向けもあるのかの。いや今ここだったら全員入れないだろ。壁に何人か激突してるぞ。はい、というところで、まあちょっとよくわからん話が最初来ましたけれども、とりあえず第31話これで終了したいと思います。